ちは。今日はですね、散策動画ということで上げていきたいと思います。今日訪れましたのはこちら、世界遺産に登録されております日光東照宮にやってまいりました。今日はですね、こちら日光東照宮、実はですね、私栃木県民ですけれどもね、小学校の遠足以来ということでね、日光徳川家康のですね、墓がね、ありますけれども、本当に何十年ぶりにね、来まして、今からお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、でかいな、これは。このお寺、お寺ですね、これね。輪王寺か、輪王寺。天然記念物金剛桜。あ、すごいですね、これも。ですね、輪王寺の先ほどの参拝するには輪王寺券っていうのがね、900円で必要みたいですね、これね。本堂に入るのに400円ですね、大人がね。今日はね、東照宮に来ましたので、こちら東照宮方面にね、向かっていきたいと思います。はい、先ほどのですね、輪王寺があって、でその裏にもですね、ありますね、これね、すごいですね、これね。すごい。いやー、これはすごいな。ごま堂。何なんでしょうか。すごいわ、これは。ここはですね、標高634メートルってことで、東京スカイツリーと同じ高さだそうですね。あー、すごいですね。よし。そしていよいよね、こちらでございますよ、東照宮でございますよ。こっからね、いやー、テンションが上がりますね、これ今になってきますとね、これ。このね、徳川家のですね、家紋ですね、これね。すごいですね。すごい。これはすごい。はい、こちらね、登ってまいりましたけれどもね。いやー、すごいですね。みんな杉の木もね、すごいですね、樹齢がね。すごい。そしてこれは何でしょうか、五重の塔でしょうか。五重の塔ですね。いやー、たまりませんね、これは。このテントが邪魔ですね、これね、ちょっと絵が。テントをなくしてほしいですね、これね。あちらが参拝券ですね。あれがないとダメなんです。はい、こちらですね、大人参拝料ですね。こちら参拝券なんですけれども、もうこのようにね、行列で、結構待ちました。大人が1300円ですね。
まあちょっとねあれですけれども仕方がないですね、これだけのものですからね、世界遺産ですからね。ああすごい、すごいですね。もうね今くぐりましてね、いやーすごいですね、この色合いがね、この塗装がねすごいんですね、これね金でね、いやーすごいですね。おおこれすごいですね。いやー石の灯籠とね、あーすごいわこれは、すごい、あーすごいですね。あーもう歴史がね、うわ象ですねこれはね、象、見ざる聞かざる言わざる、おーすごいな、あこれはちょっと記憶にありますねこの景色は。あーすごいわ、あー小学校の頃のねこの遠足の記憶しかねありませんけれども、これ35年ぐらい前ですけどね、あーこの景色は覚えてますね。あーすごい、重要文化財の水屋、1618年、あ1618年でございますよこれ。文化財のねこれ宝庫でございますね、これね、これはなんだ、これはこれはなんだ、あ林蔵っつうの、林蔵っつうのかなこれ、へえ、あすごい、重要文化財だらけ、なんだかねすごいですね、ポルトガルから鉄材を運んで作ったものなんですかね、これはすごいですね、これは、あまあね立ち入り禁止なんですかね、そしてですねこちらですね本堂の方に向かっていきたいと思いますけれどもね、あーすごいビカビカですねこれは、前の方いらっしゃってください。
陽明門、国宝、国宝です。こちら陽明門、ビッカビカですね。これはすごい、これはすげえな。こちらも国宝ですね、これね。カラモンって言うんですかね、これね。いやーすごい、すっごいですね、これは彫刻が。はい、今ですね、この国宝のね、ご本社ということでですね、まあ、東照宮の本社ですね、こちら靴脱いでですね行ってまいりましたけれども、撮影禁止なんですね、やっぱりね、ですんで撮影がねちょっとできませんでしたけれども、まあね、感想としてはいやすごいとしか言いようがありませんね。もう彫刻の一個一個のですね、彫刻がもうすごいんですよね、これ。まあ見ていただければね、わかると思いますけれども、いやー本当にこんなね、ちょっと度肝も抜かれましたね、正直申しまして。栃木に住んでてね、これ本当にまあ半分ね初めて来たようなもんですからね。小学校の遠足以来なんで、いやーこれはすごいわ本当に。この、ね、奥がちょっとあれですけどね、この奥がですね、本社なんですけどね、もうあの先は撮影はもう全然できない状況なんですけども、いやすごいですね。はい、そしてですね、この先がね、また国宝ですよ、これ眠り猫でございますね。眠り猫、はあ、どうなってんだろうこれ、いやーすごいですねこれは。眠り猫、はい、こちらがですね眠り猫でございますね。いやはい、眠り猫を通過いたします。はい、そうするとねまた門がねありますよこれね、坂下門、石段を200段登ると家康公のお墓があるってことですね。徳川家康、これはすごいですよ。もう少しですねこれね、きっとね、はい、ここから先はですね東照宮建築の見どころの一つ、階段は一段ごとに一枚石が使われているってことですね。あ、
確かに、うん、あーすごいわ。これもねサイドのね斜めにねこの岩をですよカットしていくのがですね、いやすごい技術ですねこれね。いや見入ってしまいますねこれね。こういうですねところすべて一枚石ですね。あーすごい。はい残りですねもう少しでございますね。いやーすごい。よいしょ。はい登ってまいりました。はいはい来ました。いやー一枚石すごい。おくしゃ。おーすごいすごいですねこれは。はい、今ですね、こちら奥舎の方でね参拝をさせていただきまして、奥にねありますのがですね徳川家康のお墓でございますね。あれですね唐門門ですね。居抜き門っていうことで、ね、1650年。いやーすごいわ。はい到着ですね。こちらが徳川家康のお墓でございますね。昭和40年東照宮の350年祭を機に、公開されたということでございますね。いやーすごいですね。パワースポットっすよねこれね。日本を代表するね、誰もが知ってる武将ですからね徳川家康。いやーすごい。叶いすぎ。あはい、今からですね、向こうのね、泣き流っていうですね、ところに行っていきたいと思いますんで。いやー、すごいですね、もうね。すごい。いやー、すごいですね。この樹齢もやばいですね。これは相当ですね。この杉は。桐生薬師堂。
今ですね、後ろのね、ナキルっていうですね、スポットにね、建物内に行ってまいりましたけれども、やっぱりですね、こちら建物内はね、撮影禁止でございます。ですのでね、ちょっとお伝えできないんですけれども、建物のね、中の木を叩くんですけれどもね、まあ、その音がまたね、すごく竜の下じゃないと音が響かないというですね、特殊な建物になっておりましてね、感動いたしました。あとは一個一個の彫刻ですかね、そういったところもね、見どころでございますね。そういったところで以上でございます。はい、こちらのスポット、重要文化財新旧ということでございまして、見ざる聞かざる言わざるですね、こちらの有名なですね、スポットでございますね。はい、こちらでございます。見ざる聞かざる言わざる、すごいですねこれね。てい鉄のお守りということでね、すごい。こちらですかね、見ざる言わざる聞かざる、いやしかしね、彫刻がねすごいんですよね。はい、今ですね、東照宮をね、参拝させていただきまして、こっからですね、この日光二荒山神社というかね、この先にございますんで、こちらを経由で、今日はね、帰っていきたいと思います。いや、この絵もいいですね。なかなかね、灯籠があってね、杉があってですね、石段があってね、いやー、濃いですね、この景色ね。はい、二荒山神社参道でございますね、こちら。これより、二荒山神社でございます。いやー、素晴らしい。あれ、ありそう。いやー、すごい。二荒山神社はですね、こちら宇都宮のね、市街の中心部にもね、象徴の神社としてあるんですけれどもね、まあ、その大元となるものだと思うんです。神様がね、こちらに祀られていると思うんですけれどもね、何でしょうこれは。楼門だそうですね。男体山とね、連携されてるんですよ、きっとね。はい、こちら大黒様、金運、東照宮と違ってですね、こっちはひっそりと、本当にね、お隣なんですけれどもね、ひっそりしてますね。初めて来ましたね、私。こっちも、こちらもですね、世界遺産になってるんですね。唐金鳥居ということで、1799年でございますね、これね。すごいですね。こちらが本堂ですね。なるほど。こちらは、すごいですね。こちらも金ピカですね。これは神楽殿。うちでの
古事地のですね、あ、こちら足尾の大黒様だそうですね。あ、こちらは金の開運のネズミだそうですね。これね、新しいですね、まだね、ピッカピカ。はい、こちら上行堂っていうんですかね。へー、すごいですね。わー、すごいですね。そしてですね、こちら行きますとね、徳川三代将軍の家光のですね、お墓があるのかな、これ、こちらも国宝ですね。はい、日光東照宮ですけれどもね、今参拝が終わりましたけれども、もう小学校のですね遠足以来ぶりなんでね、35年とか6年とかね、そのぐらいぶりに、行きましたけれども、なかなかこの年になってね行きますと、正直ね良かったですね。もう細かいですね、この彫刻とかね、そういったものにね本当にこう歴史にね、見入ってしまいました。改めましてね、東照宮、県外のね全国の皆様のおすすめでございますので、まあ、そういったことでまたですね、このその奥にね今日徳川家光公のね、お墓なんかもちょっとね時間の関係で今日は行きませんでしたけれども、次回ですねまた行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、また動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かの声でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。